鏡の中のナナちゃん。私は幼い頃、一人でいることの多い子供でした。実家は、田舎の古い家で、周りには、年の近い子供は、誰もいませんでした。弟が一人いたのですが、まだ小さかったので、一緒に遊ぶという感じではありませんでした。父も母も祖父も、弟が生まれてから、以前ほど私を構ってくれなくなって、少し寂しかったのだと思います。とにかく、 その頃の私は一人遊びで日々を送っていました。私の家は古い田舎作りの家で小さな部屋がたくさんありました。南西の隅には難度があり古い道具や小物が収められていました。その難度に入り込んではしまってある品々をおもちゃ代わりにして遊ぶのが当時の私の楽しみでした。その鏡を見つけたのがいつのことだったのかははっきりしません。 もともと手鏡だったようなのですが、私が見つけた時は、枠も絵もないむき出しの丸い鏡でした。かなり古そうなものでしたが、錆や曇りがほとんどなく、きれいに映りました。そして、これも、いつ頃だったのかよく覚えていないのですがあるとき、その鏡をのぞくと、私の背後に、見知らぬ女の子が写っていました。驚いて振り返りましたが、もちろん、私の後ろに女の子などいません。 どうやら、その子は、鏡の中だけにいるようです。不思議に思いましたが、怖くはありませんでした。色白で、髪の長い女の子でした。その子は、鏡に映る私の肩越しに、こっちを見て、にっこりと笑いました。こんにちは。やがて、私たちは、話を交わすようになりました。私は、彼女のことをななちゃんと呼んでいました。両親は、何度にこもり、 鏡に向かって何事か喋っている私を見て気味悪く思ったようですが鏡を取り上げるようなことはしませんでしたそれに大人たちには奈々ちゃんは見えないようでしたある日私は奈々ちゃんに一緒に遊ぶ友達がいなくて寂しいというようなことを話しましたすると奈々ちゃんはこっちへ来て私と遊べばいいと言ってくれましたしかし私が どうやってそっちに行ったらいいのと聞くと、ナナちゃんは困ったような顔になって、わからない、と答えました。そのうちナナちゃんが、聞いてみる、と小声で言い出しました。私は、誰に聞くのか知りたかったのですが、なんとなく聞いてはいけないような気がして黙っていました。それから何日か経ったある日、ナナちゃんが嬉しそうに言いました。 こっちへ来れる方法が分かったの。私と一緒にこっちで遊ぼう。私は嬉しくなりましたが、いつも両親に、出かけるときは、祖父か母へ相談しなさい。と言い聞かされていたので、お母さんに聞いてくる。と答えました。すると、ななちゃんは、また、少し困った顔になって、このことは、誰にも話してはいけない。話したら、大変なことになる。 もう会えなくなるかもしれない。というようなことを言いました。私は、それは嫌だと思いましたが、言いつけを破るのも怖かったので、黙り込んでしまいました。するとナナちゃんは、じゃあ、明日はこっちで遊ぼうね。と聞いてきました。私は、うん。と返事をしました。約束だよ。ナナちゃんは、微笑んで、小指をこっちに突き出してきました。 私は、その指に合わせるように、小指の先で鏡を触りました。ほんの少しだけ暖かいような気がしました。その夜はなかなか眠れませんでした。両親には、ナナちゃんのことは話しませんでした。しかし、寝床に入って、暗闇の中でじっとしていると、いろんな疑問が湧いてきました。鏡の中にどうやって入るのだろう。そこはどんなところなんだろう。ナナちゃんは、 どうしてこっちに来ないんだろう。こっちへ帰ってこれるのだろうか。そんなことを考えるうちに、だんだん不安になってきました。そして、ななちゃんのことが少し怖くなってきました。次の日、私は、ななちゃんに会いに行きませんでした。次の日も、その次の日も、私は何度には近寄りませんでした。結局、それ以来、私は、何度へ出入りすることをやめたのです。 月日が経ち、私は町の高校へ行くために家を出ました。卒業しても家に戻ることもなく近くの町で働き始め。やがて、私は結婚して所帯を持ちました。その頃になると、奈々ちゃんのことはすっかり忘れていました。結婚をしばらくして、妻が妊娠し、しばらく親元に戻ることになりました。すると、家事をするのも面倒だし、 誰もいない家に一人でいるのも寂しかったので、私は何かと用事を作って、頻繁に実家に帰ることが多くなりました。その日も、実家で夕食を食べ、そのまま泊まることにしました。夜中に目が覚めてトイレに立ちました。洗面所で手を洗いながら、何気なく鏡を覗きました。廊下の途中の仕切りが開いていて、その向こうの暗闇に、あの難度がうっすらと見えていました。その時、 おやっと思いました。トイレに来るときには、その仕切りを閉めた覚えがあったのです。振り返ってみると、やっぱり仕切りは閉じています。しかし、もう一度鏡を見ると、仕切りは開いていて、何度の白い扉が闇に浮かび上がるように見えています。全身がそうけだちました。と、その扉が少し動いたような気がしました。その瞬間、私は、 ななちゃんのことを思い出しました。とっさに、やばい、と思いましたが、鏡から目を離すことはできませんでした。やっぱり扉は動いています。もう一度振り返っても、廊下の仕切りは閉じたままです。鏡の中では、何度の扉が、もう半分以上開いていました。開いた扉の向こう、何度の奥の闇に、白いものが浮かんでいました。これまでにない恐怖を感じながらも、私は、 その白いものを凝視しました。それは、懐かしい少女の笑顔でした。そこで、私の記憶は途切れています。気がつくと、私は、布団の中で朝を迎えていました。君の悪い夢を見た。そう思った私は、実家にいるのが、なんとなく嫌になり、その日は休みだったのですが、すぐに自宅に帰ることにしました。私の自宅のマンションには、 住民用に半地下になった駐車場があります日中でも薄暗いそこに車を乗り入れ自分のスペースに停めた後最後にバックミラーを見ましたすると私のすぐ後ろにナナちゃんの顔がありました驚いて後ろを振り返りましたが後部座席には誰もいませんバックミラーに目を戻すとナナちゃんはまだそこにいました鏡の中からじっとこっちを見ています 色白で長い髪を両側で結んだナナちゃんは、昔と全く変わっていないように見えました。恐怖のあまり視線を外すこともできず、震えながら、その顔を見返していると、やがて、ナナちゃんはにっこりと笑いました。こんにちは。どうして、あの時来てくれなかったの私ずっと待っていたのに。ナナちゃんは、相変わらず微笑んだまま、そう言いました。 私が何と言っていいのか分からずに黙っていると、ナナちゃんは言葉を継ぎました。ねえ、私と、今からこっちで遊ぼう。そして、ミラーに映った私の肩越しに、こっちに向かって手を伸ばしてきました。こっちで遊ぼう。ダメだ。私は、思わず大声で叫びました。ごめん。ナナちゃん。僕は、もうそっちへは行かない。行けないんだ。 七ちゃんは、手を差し伸べたままま黙っています。私はハンドルを力いっぱい掴んで震えながらさっきよりも小さな声で言いました。僕には妻もいる。子供だってもうすぐ生まれる。だからそこで私はうつむいて絶句してしまいました。しばらくそのままの姿勢で震えていましたがやがて私は恐る恐るミラーの方を見ました。 まだそこにいました。そう、わかった。〇〇ちゃんは大人になっちゃったんだね。もう私とは遊べないんだ。ナナちゃんは、少し、寂しそうにそう言いました。しょうがないよね。ナナちゃんは、そこでにっこりと笑いました。本当に無邪気な笑顔でした。私は、その時、ナナちゃんが許してくれた、と思いました。ナナちゃん。だったら、 私はその子とを遊ぶ。私がその言葉を理解できぬうちに、ナナちゃんはいなくなってしまいました。それっきり、ナナちゃんは二度と私の前に現れることはありませんでした。二日後、妻が流産しました。以来、今に至るまで私たちは子供を作っていません。現在、私はナナちゃんのことを弟に話すべきなのか、本当に迷っています。